花の重なり具合がですね、美しく重なっていくようにですね、心を上げているんですけど、乾いた上に塗らないと重ならないわけですよね。補聴しながら、しばらく補聴したら、ここにも水分がいっぱい溜まりますからですね、こっちにポンと飛んで、こっち側をするわけですね。あちこちに作業を散らばすってですね、順番にずっとしていくんじゃなくて、こう飛ばしてですね、こっちで乾燥するまで補聴しながら点火してするんですね。乾燥しないと重ならないですけどね。針でですね、どんぐらい貸してみたりしますね。